い、というわけでやってました。今週もやってまいりました沖田ヒロムのラブラブラジオ第19回ということで、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今日はねちょっとね福島帰りでですね、もう寒くて寒くてもない、まあ、こっちの方はね、東京、埼玉、近郊は、まあ、雪なんか降らないと思うんだけども、福島はもう本当雪ですごくてね、もう雪なんか積もっちゃってね、大変寒くてですね、もう肌なんか乾燥しちゃっても大変ですよ、もう。というわけで今週はもう19回なんだね、早いもので、これ100回までの道のりはなかなか長いですけども、頑張っていかないといけないなと思ってます。でね、今日これからちょっとねこれ収録、まあ、パパパパーと終わらせちゃって、もう池袋の方にちょっとセッションしに行かないとならないんで、ちょっとね手短に済まそうかなと思ってますけども、何しろね、まあ、沖田ヒロム、まあ、一応ね、まあ、これからねバンド編成でやっていこうかなということで、考えてますけどもですね、まあうまい具合にこのなんていうかなタイミングよくメンバーが集まってですね、まあたまたま前のバンドを抜けようと思ってますとかね、そういう方々が集まってくるんですね。今日どんな、形になるのかっていうのはね、ちょっとね楽しみな感じはしますけどもですね、最近まあいろんな人のライブをね見に行くに行く行くんだけども、まあなんか最近ちょっとねどんどん考え方が変わりつつあるというのね。それは何かというとね、まあ今まではねこうまあギター一本でね。まあやっててね、まあ、こだわりがいろいろあったらね、アーティストはこうじゃなきゃならない、なんだ、いつも戦ってなきゃならない、こうしなきゃいけないとかね、で、いろいろあったんだけど、なんとなくそれは違うなという感じがね、なぜそれが違うかというとね、俺の中でその音楽を楽しむっていう部分がちょっと欠けててですね、さあ、じゃあ売れるためにはどうしよう、音楽に真剣に向き合うためにはどういう風に歌って、どういう風に、立ち振る舞って、なんかいろいろ、こじ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 、考えれば考えるほどね、ちょっとね、だんだんとね、音楽がね、義務感みたいな感じてきてね、なんか、だんだん楽しむっていう側面をね、ちょっと、なくしてしまってですね、あ、これは違うなと思いましてですね、まあ、とりあえず心から楽しんでしまおうということで、我々が楽しんだことがお客さんに伝わってくれればいいかなということでですね、まあ、いわゆるね、プロだアマチュアだなんていうことをねいちいちね気にしてたらね音楽楽しめません。だからプロの人もアマチュアの人もそれで、まあ立場は違うけど楽しみ方があると思います。で自分の楽しんだことは逆にというかねお客さんに伝染するというかねよく心理学でね笑うと相手も笑うというかミラーコントロールなんそういう感じだっけ、なんかよく忘れたんだけど、自分がね笑いかけると相手も笑ってくれる、その笑いは伝染するというね、だからそれ、まあ、まずこちらからねそのテクニックどうのこうの生き方どうのこうの、まあ、とかそういう理屈の前にねやっぱり音楽は感じるもの、楽しむもの、反応、みんな反応する、それに対して。だから、なんていうかな、みんなのリアクションを気にするっていうんじゃないですけど、なんていうかな、自分の楽しいんでね、楽しいところを、音楽ってすごい楽しいんだっていうのを、まず伝わればいいのかなと。中身っていうのはそれからの話でですね、まあ、そういうふうになんかだんだん自分で楽に考えられるようになりましてですね、逆にそっちの方がいいのかななんて思うんですよね。で、よくね、これも思ったんだけど、なんかね、まあ、営業なんかやってても、路上ライブ、最近あんまやんないんだけど、まあ、やってたとしてね。で、そこで、例えば、人気が出るじゃない、ある程度さ、営業のお兄ちゃんいいなとかね、路上ライブやってると、路上ライブ、あの人いい声してたな、いい歌歌ってたなとかって、反応があるわけね。でもね、それっていうのは、まあ、営業で褒められました。で、路上ライブで褒められました。その反応っていうのは、あくまでも売れるとか売れないとか、そういうこととはまたちょっと別問題として考えなきゃなんだけどね。それは、なぜかっていうと、例えば、まあ、そうだな、渋谷にしよう。渋谷で、例えばね、人だかりができました。で、ツイッターとかで、路上ライブやってた人、いいなっていうふうになりました。で、大抵の場合そこで終わっちゃうのね。わかる、言ってること。で、その枠の中で人気なのはいいんだけど、それを、いわゆる我々は、まあ、メジャーデビューっていう言い方はちょっとあれだけど、まあ、全国的にね、自分の名前を届けなきゃなんないわけね。だから、その場その場で褒められるじゃなくて、ね、なんていうかな、例えば、俺の声をさ、まあ、言ってみたらさ、簡単に例えると、演説なんかするときに、こうやって、生声で言ってもさ、周りの人に聞こえないでしょ？だから、拡張器を持ったり、マイクを持ったりして、こう喋るわけでしょ？その要領と同じで、
俺の今素晴らしい、例えば沖田ヒロミ素晴らしいねっていう声がいろいろあると思うんだけど、それをやっぱり全国的に広めるにはその拡張機が必要なわけよ。拡張機ってなんだろうなって言ったら、やっぱりそういう、まあ、メディアとかツールとかね、そういうのをがあるんだけど、みんなすごくあのその辺をね勘違いしてて、ネットやってればとにかくあの票は集まるんだよね。例えばね、あの民主あの人の声がね、あの生で自分のさ、なんとかな、その、リアクションが見れるわけじゃん。あのどこどこで路上やってた、営業やってた、ライブやってた人良かったとかね。そうなんだけど、そこはその枠の中でそこから出れないわけね、やっぱね、みんなね、もうネットのツールの中でね。で、例えば再生回数なんぼこう稼いでも稼いで稼いで稼いでも、やっぱりあのいわゆる我々より上のランクね、メジャーの人のように全国区にはなれないわけ。だからそこだけで稼いで、そこからあのなんていうかな、拡散していかないというね。それがあの我々のまあいわゆるメジャーより下の人間のあの盲点とか、こうちょっと苦しいところなんだよね。だから、大きな力に頼るっていうかね、あのまあ海外なんかみんなそうなんだけど、いわゆるあのメディアとかね、メディアとか、まあ、企業かな、そういう人をどんどん取り込んでいかないと、我々一人の力でさ、あれこれ大丈夫、我々一人の力でさどうにかしようなんていうのは、そんなことはあのなかなかね難しいものなんで、あのやっぱり利用できるものは利用しないとということでね、あの本当ではあの我々いくらね、あのどっかでね、あの歌っててもさ、それを広めてくれる力がないとさ、まあ個人的なことで終わっちゃうわけだね。そこが難しいところでさ、まあこれが俺が言ってることが間違ってると言うならば、言う人がいればね、じゃ あのそのやり方でずっとやってくださいと言うしかないよね、うん、その代わりあの全国的にメジャーになることはないよということを強くあの言いたいね、うん、だから別にね、俺みんながあの他の、ね、仲間たちがね、あのいやあの本当に良くなってほしいんだよ本当は、あの、まあ、仲良し小良しじゃないけど、一人でもね、あのやっぱメジャーって言い方ちょっとあれなんだけど、あのメジャーレーベルから出るとかそういう意味じゃないんだよ。だもうお茶の間に知れ渡るくらいのね、そういう意味でのメジャーなんだけど、やっぱ自分の仲間がさ、そうなってほしいって気持ちはあるんだけど、なかなかそこまで深く踏み込んだことはなかなか言えなくてですね、うん、だから俺はそういうことにね、ちょっとずつね、あの気づいたというかね、まあだからあの別にあのそういうメジャーレコード会社にどこに行くっていうつもりもないしね、まあ、ミスチルなんかもそうでしょ、あれ一応インディーズでしょ、あれあの著作権協会に入ってなかったじゃなかったかな、だからいろんなやり方があるね、あのモンゴル800だっけ、あの人らもインディーズですごく有名になった人でしょ、だからやり方なんだけど、だどこで火をつけるかということだよね、やっぱね、うん、まあ、意外と分かってないね、一生懸命、歌ってればなんとかなるってもんじゃないからね、何かをきっかけ、そのきっかけがね、人それぞれ無数にあるからね、それをいち早くね、気づくか、自分で仕掛けるかしないとですね、まあ、そういうことですね。これちょっと大丈夫かな、俺、イヤホン挿したままだけど、これ入ってんのかな、声。あ、大丈夫これ。これ大丈夫、えい。まあ、とりあえず、今日は時間がないので、ささっと撮ります。なんか、ごめんなさいね、説教じみた話しちゃってね、まあ、これ聞いてる人、アーティストの方もいると思うんだけど、まあ、そうね、すごく大事なことなので、だから、ただね、歌ってネットで人気を得ればいいっていう問題でもないので、それをね、もう、ぶっちゃけ言うと誰かに仕掛けてもらえばいいのよ。拡散してもらえばね。自分の力でどうにかなるってもんじゃないということを、そういう壁を最近知ったかなということでございますね。もう本当、パパパッと行くかね、今日はね。じゃあ今日は、今週はですね、先週に引き続きまして、月曜日から金曜日の愛人に捧げる歌を、毎週一曲ずつ、歌おうかなということで。まあ、一応ね、これはキャラ設定だからね。沖田博美には月曜日から火曜日まで、月曜日から金曜日まで一人ずつ愛人がいるというキャラ設定をしますですね。で、前回は月曜日の、ミカちゃんに捧げる歌を歌いました。今日は火曜日ということで、火曜日どうしようかなということで、火曜日のまゆみちゃんということで、前回とは全く曲調を変えて、
ちょっとお送りしようかなということで、頑張りたいと思いますので、ちょっとじゃあ一度、準備しますね。これもね、ちょっと前回はポップな感じなんだけど、今回はちょっと魅惑な、こうちょっとね、メローな感じでこうやろうかなと思ってます。で、火曜日のまゆみちゃん。天の腰使い乾いた心までミルク色に染めてさよならなんていらない恋とは少し違う。ヒールを投げた。口紅などを引いて、濡れたままの少女の微笑。ということで、すごく短く終わりましたけど、火曜日の真由美っていう歌をお送りしました。どうでしょうかね。前回と全然違いますけどもですね、いかがでございましょうか。まあね、毎回同じパターンじゃ面白くないから、まあいろんなパターンで用意しようかなと。まあ、演歌とかそういう感じしようかなと思ったんだけど、まあ急なあれなんで、まあ即興なんで、ちょっと思い浮かばなかったかなという。ちょっと難しい部分がありますけどもですね、非常にね、こういう企画、まあ月火水木金5曲、まあ、毎週新曲を発表してるみたいでね、なんかいい感じだなと思って、でこれ本当にね、まあ、評判が良ければね、シングルにもしたいなと思ってますね。まあ、いろんなね、なんかパターンの曲をお送りしようかなと思ってます。火曜日のまゆみでした。ということでございましてですね、ほんと喋ることがなくなっちゃった、どうしよう。本当にまだまだ時間あるけどね、そうね、最近ね、まああれだね、寒くなりましたけどもですね、まあ、さっきも言ったんだけど、郡山に帰っててね、ですごい雪も積もっててね、大変だったんだけども、まあね、ほんと2月もうまだまだ、始まったばっかりでね、こうなんていうのかな、やっぱり3月、4月くらいまで結構油断できない感じがありますね、やっぱね。だからさ、まあ、去年のようなドカ雪はないとしてもね、ほんとまだまだ油断はできないね、今日は。ほんとこっち、まあ、こっち帰ってきたけどさ、すっごく風も強いしさ、みんな大丈夫？風邪ひいてない？もうなんか今日中身のない会話でごめんなさいね、なんかね、トークでね。ということで、まあそうね、まあ、これからのなんか活動方針みたいなの話そうか、じゃあ。とりあえず今までは俺弾き語りみたいなね、感じでシンプルにやってたんだけど、やっぱまあ、何回も繰り返すようになっちゃうけど、バンドをね、引き連れてやりたいなと思ってるんだけど、まあ、バンドはバンドでもね、やっぱりそうね、弾き語りではできないことをいろいろやっていこうかなと思うわけね。で、ただ、ロックどうのこうのじゃなくてね、まあ、ちょっとラテン系の音楽だったりとかね、ファンクだったりとか、R&B とかね、なんか、まあ自分のできる範囲でいろいろやりたいなと思ってて、うん、なんか、で、最近 YouTube とかでいろいろね、自分の知らなかったいろんな素敵なアーティストがね、を見つけてですね、さらに刺激になってですね、今まで自分がこだわってたことってのはなんか、そんな、なんかすごいことじゃないんだなという風にね、いろんなね、素敵なアーティストさんを見てね、思うわけね。だから、いかにワンパターンなことをやってきたのかなということでね、だからすごく、やっぱりね、知らないアーティストさんとかをね、見るとね、すごくね、勉強になるね、やっぱね。だから変なこだわりを、まあ、こだわりがなくなるというかね、いい意味でね。うん、なんか
特にね、昔のね、昔の音楽っていうのはね、やっぱいいよね、やっぱね、あの、70年代とか80年代とかね。みんな、あの、のことは、あの、時代遅れだって言うんだけど、かえってね、あの、みんなね、その、まあ、いわゆる、活躍してる方々の音楽を聴くとね、やっぱそういうね、70年代、80年代のエッセンスが必ずあるからね。うん。まあ、ヒップホップとかそういうのはまた別なんだけど、まあ、ヒップホップ自体もね、70年代が発祥だからね。パンクとかもそうだしね。何かしらね、どっかでね、そういうエッセンスが入ってるわけね。だから、あの、避けては通れない部分なわけよ。まあ、いわゆるビートルズとかもそうだけどね。だから、あの、なんとはな、ひとくくに時代遅れというふうに、あの、見ない方がいいね。やっぱいろんな音楽をね、あの、勉強しないとね、やっぱね、それはあの、変な偏見は良くないと思うんだよね。だから、あの、いろんな音楽を、まあ、差別せずいろいろ聞いてみるとね、また違った世界が見えてくるっていうかね。だから俺なんかもうガキの頃からさ、もう、なんでも聞いたからさ、ジャズだの、なんでもファンクだのさ、今これさ、最近使ってるこの、BGM ね。これカーティス・メイフィールドって言うんだけど、この人もソウル。まあ昔ソウルって言われた時代があったんだよ、R&B とかね。で、その頃の、まあすごく、旗役者というかね、すごい方ですね。こういうのを選んでこないでしょ、今の若い人。で、その辺のね、センスというかね、なんかそういう、あの、いいものを引っ張ってくるというかね、そういうなんかね、能力が俺にはね、今の若い人よりはあるんじゃないかなっていうことでね、うん、だいろんな音楽をね、あの、聞いた方がいいと思うね。で、あの、ちょっとジャンルは外れるけど、演歌とかもね、やっぱ聞いたりするわけ。で、演歌はね、正直ね、森進一さんくらいしか聞く気になれないかな。うん、その、いい悪いじゃなくて、うん、森進一さんっていうね、あの声はね、日本のソウルシンガーと呼んでもいいくらい。日本の R&B。あのね、ほんとね、かすれてる声、あの、なんかね、変にね、腹から声出しなさいとか、そういう基本とかね、そういうのじゃないのね。もう、ソウルだから、もう激しく喉を震わして、で、心で歌ってる。だから、なんていうの？一般的な上手い下手で測ってはいけない、ああいう偉大な歌手はね。もう心で歌う。だから、昔よくね、あの、懐かしの映像なんかでね、よく流されたあの、森進一さんがなんかレコード大賞かなんか撮ったのかな、あれ。えりも岬を涙ながらに歌ってたあの映像があってね、あれ有名な絵なんですけどね。あれもすごく感動的でね、本当に演歌っていうのはポップスとかそういうのとよりもね、より感情的に、やっぱ詩の世界でを、感じて歌わないといけないわけでしょ。だから、やっぱり役作りっていうのかね、その曲に入れ込む。そういうのがね、ポップスにない、いろんな苦悩があると思うんだよね。だから、その、いろんなものが出るわけ、歌に。だから素晴らしいよね、やっぱりね。森進一さんとかもう本当に一回ライブ行きたいぐらいだよね。うん、本当に。だから、ああいう森さん的な曲も一曲俺自分で作って歌いたいなってすごく前から思ってて。うん。それもね、まずとりあえずこれから、まあ、作業にかかる麦の武器をヒットさせてから、ちょっと考える。だ麦の武器がヒットすれば、俺のやりたいことはもうバンバンできる。なぜかっていうと、麦の武器なんかは、本当に、自分のなんか、これが俺の生き様だとか、俺は音楽でこう戦ってますみたいな、そういう感じじゃないのね。もう楽にさ、自由にやってるわけ。もう遊んでるわけ。だから、いわゆるそうガツガツしてないから、そんな楽し、肩の力を抜いてやったものが売れるってことは、もっと引き出しがいろいろ出せるわけね。で、肝心な時に自分の本当に汗と涙で作った、感情を込めた歌を肝心な時に歌えばいいわけね。だから、その肝心な時のために、その、俺のバラードとか、そういうね、生き様みたいな歌は残しとくと。